誰、あなた左サイドどう思いますか？もう、どう思いますか？難しいな。守備のことを考えて配置されたんだと思いますね。三好だと左サイド向いてないの気づいたっぽいし、相馬は前回フル出場してる。で、三笘は怪我明けで守備が、まあ、その中では、まあ、ちょっとプレスバックとか、時々遅れるときあるってなると、あとは、サイドバック兼ウィングっていうところで連れて行ってる旗手で、まあ、引き分け以上でいい試合だったらここで使うっていうふうな判断なんで、まあそういう判断だろうなっていうふうに思いますね。旗手はサイドですけど、サイドに離せるように中に入っていって、味方とコンビネーションさせるといいタイプなんで、初期配置、二次配置のところで言うと中山との相性は良くないですかね。だからまあ、旗手と中山を並べてるってところが引き分けでもいいっていう、引き分けでもいいというか、まあ、守備により重きを置いた考え方なんだろうなっては思いますよね。サイドでの、守備の時の、判断力っていうところが高い選手たちを置いてるってことですからね。ただ旗手を晴らしといて、さっきみたいに中山上がるっていうのは、結局前にかける人数多いからフィルター少なくなってるから、リスク管理をできてるかっていうとね、そのカウンターに関するリスク管理はあんまできてないことなんですけどね。